に妙のご事を目当てに若光へ帰れと祖師は教えたまえり、妙のご事を目当てに若光へ帰れと祖師は教えたまえり。海道上人お示しのご教化でございます。まずは大儀を拝見させていただきます。末法今日三毒合上の凡夫の私どもは、お祖師様の御教え通りひたすら妙法御事のご本尊を頼りに苦笑信行に励むことによって、現世の利生五章の若光参拝も叶う、なお一層苦笑信行に励むようにとお示しのご教化です。妙法の御事を目当てに若光へ帰れと祖師は教えたまえり。かように仰せの本日はご教化でございます。お互いにとってこの若光の世界は二つ見ることができまして、一つは今現世において一生懸命ご法様におすがりをしてご利益をいただいて喜びに満ちあふれている時、これは現世において若光を見ている姿なんですね。ご信心して喜びにあふれている時、そしてもう一つはあら嬉しや嬉しや臨終の時でございます。その臨終に行かせてもらう若光浄土の世界、そこにはお祖師様がいらっしゃって私たちを待っててくださいます。そこに行くための目当て、ご教科では目当てと目印と、ね、その目印になるものが妙法のお題目、ね、お互い亡くなる時にお棺の中にね、お題目をしたためた教科旅を入れさせていただくのも、これも一つの目当てなんですね。目印なんです、ね、この人は本門法華経のお題目のご信者ですから、どうぞ若光の門を開けてお参詣させてくださいませと、ね、そうお願いをさせていただくようなものでございます。目当てとしてね。そしてお参詣させてもらってお祖師様にお目にかかることができるということでございます。そして死してね、後に行ける若光浄土の世界は、今このシャワ世界において苦笑の行を重ねてご利益をいただいて喜びに満ちあふれ、その思いから、ね、人助け菩薩行に励まさせていただくことによって若光浄土三系のご利益はいただけると、今現在において苦笑信行菩薩行に励むことによって若光浄土三系のご利益がいただける、そのことを今日のテーマには苦笑促進成仏と仰せでございます、ね、お題目苦笑釈仏の信行に励むことによって促進成仏、その身そのまま仏の世界に生かさせていただくことができる促進成仏、すなわち若光三系させていただくことができると、それがお祖師様の御教えでございます。ですからどうぞお互いは皆が皆お祖師様のもとへ帰ることができますように、日々怠らず信心修行を互いに進め励まし合うことの大事を、このご教科では教えてくださっているわけでございます。
妙法の御事を目当てに若光へ帰れと祖師は教えたまえり、かように仰せでございます。今から10年ほど前に建国寺所属の小倉文夫さんというご信者さんがご帰着されたんですけれども、小倉さんは生前もよくお三経ご奉公にと励まれておられました。ご晩年は癌を患って、入退院を繰り返されていらっしゃったんですけれども、体調がいい時は病を押してお参詣なさっていらっしゃったそうでございます。最後は病院におられたんですけれども、でもこれもご利益だと思います。これといって大きな痛みもなく病室でお監禁に励んでいたとのことでございます。当時担当のお講師が亡くなられる数ヶ月前からお授業を続けておられ、でお授業の帰りに病室で伺っては、病室で小倉さんと一緒にお授業をなさっていらっしゃったそうでございます。そしていよいよ臨終が近いという時に、お寺でのお授業を済ませて病室で家族と一緒にお授業をさせていただいておりましたら、ふっとこの小倉さんの呼吸が止まることが二度あったそうでございまして、でその都度お父さんお父さんと息子さんが呼びかけますと、また息を吹き返して、でそれこそ命を振り絞るかのような声で再びまたお題目をお唱えなさっていらっしゃったそうなんです。そして3度目に息が止まった時は、息子さんの呼びかけには反応せず、そのまま息を引き取られてご臨終なさったそうでございます。よく家族や周りがお題目をお唱えしているその中に包まれてご本人が臨終を迎えるということはよくあることでございます。もう本人はもうちょっとね、声も出ない、お唱えもできない、周りがお唱えしてそれで唱え死にを迎えるということは結構多いんですけれども、本人自身が唱えたお題目で最後臨終を迎えるということは、これそうそうあることではありません。それこそ死ぬ直前まで意識があったということですからね。ですからお題目を唱えてそのまま息を引き取った、これぞ正真正銘の唱え死にでございますけれどもですね、本人がお唱えするにせよ、また皆さんの唱題に包まれてね、息を引き取るにせよ、やはりお互いにとって何より頼りとなるのは、目当てとなるのは、結局はやはりお題目しかないわけでございます。どうぞそのためには日々の苦笑心行を大切にさせていただくことによって、最後唱え死にというね、唱え死にをして若光参拝させていただけるという、最後に大きなご利益を頂戴することができるわけでございます。どうぞお互い日々の苦笑心行を大切にすることを一つ監督させていただく体験談だと思いまして、ご披露をさせていただいた次第でございます。海道上人の本日のご指南拝見させていただきます。ご指南には、粒子音不伝に曰く、
御本尊の十戒を感ずることをやめて中央の御師を目当てに参拝せよとうんぬんかように仰せでございまして、龍師っていうのは門祖に治癒商人のことでございまして、その門祖商人のご指南にはご本尊の十戒を感ずるというのは、これは本当に難しい大変な修行なんですね。観念観法という大変これ難しい修行なんです。でも文部にはこれはとてもじゃないけどできません。そんなできもしない難しい修行はやめて中央の御師を目当てにっていうのは、お題目のご本尊をね頼りとして目当てにして、そこに向かってただただお題目をお唱えさせていただく、ね、それによって現世は愚か未来浄土若光参拝というご利益がいただけるんですよと、つまり成仏はお題目苦笑しかありませんよと、そのように教えてくださいます。海道商人のご指南でございます。どうぞお互い2つの若光浄土参拝、すなわち現世未来のご利益がいただけますように、なお一層苦笑心行に励むように、お互いご信心を進め励まし合うことの大事を今日は教えていただきます。海道商人のご教化でございます。ご教化に妙法のご事を目当てに若光へ帰れと祖師は教えたまえり。本門八本書見上行書で本人下手の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。